スタートして7番の坂口と2番の黒コーチの位置が入れ替わりました。4番の藤巻が先頭自らスタートを取っています。そして6番車の国村、5番の村田が力の対抗格、このレースは押されています。3番の長塚が後ろを振り返っています。2番の黒コーチ、7番の坂口、坂口所定6番手、一時5番手に上がったんですが、結局は元の位置、6番手に車を下げました。1番車の森内が最後尾です。さあ坂口が人気の中心、どのあたりから踏んでまいりますでしょうか。ここで鐘が入ります。前受けが4番車の藤巻、2番手が6番車の国村、そして中段後ろを振り返っている長塚。さあどうでしょう、長塚あたり踏んでまいりますでしょうか。3番手は5番の村田奈穂、このあたりはペースが上がりませんが、後ろから7番車の坂口、坂口踏んでまいりました。合わせるようにして5番の村田も縦に踏んでくる。さあ7番坂口の後位には1番車の森内がつけている。そして3番手5番の村田、そしてさらには3番の長塚に外、2番の黒コーチ、内が4番の藤巻です。さあ独走体制は7番車の坂口風花、2番手差を詰めていって5番の村田、そしてこの後ろには3番の長塚、2番の黒コースの人気サイドが並んでいる。4コーナーを回って一人旅、7番の坂口先頭で五輪、2着は5番の村田、3番の長塚あたりでしょうか。